こんにちは、ミッドエスト渡辺です。今日は23年 AW コレクションから新たに取り扱いをスタートしますインクという韓国のブランドをご紹介したいと思います。はい、インクですね。はい、まだ多分日本で取り扱いがあるのはおそらくミッドエストだけです、はい、あ、マジですか。はい、もうネクストブランドということでちょっと先駆けて、もうこれから絶対来るであろう韓国のブランドをちょっと今日はご紹介していきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。で、まあ早速私が着てるこの、あ、これがインク、はい、ワンピースから、これ一応このタイプとこの柄と、はい、2種類ご用意がございまして、あ、どっちも可愛いですね。そうなんですよ、めちゃめちゃ着やすくて、あの、めっちゃ伸縮性もあるドレスになっております。結構ピタッとするけど伸びが良くて気持ちいい感じの生地ですね、うんうん、そうなんですよ、かなり薄手なんですけど、一応これペチコート中に着ていて、はい、でも柄が結構全面的に入っているので、はい、そんなに透け感は感じないかなっていうぐらいの、うん、タイプですね。これで一応こういうちょっとよく見るとこういうパネルになってて、こう、そうなんですよ、切り替えが結構複雑なんですよ、こう斜めと、ね、ここの下からもこう2枚こう繋がってたりで全然わかんないですね、画面で。あ、チェックやとわかります。あ、チェックやとわかるよね、多分こんな感じでこう切り替わってるんで、結構こう自然とくびれが生まれてすごい綺麗なシルエットに。そうなんですよ、結構ピタッとはするんですけれども、めっちゃ体のラインを綺麗に見せてくれて、それで持って着心地もいいという。これ可愛いですね。ね、これめっちゃ可愛いですよね。これで今、S サイズを着用しております。で、こっち一応 XS と S で展開が、はい、ございますね。これ結構なんか1枚で、まあ、上からニット着たりとか、いろんなレイヤードを楽しめるタイプになっておりますね。そうですね、ね、これめっちゃ可愛い。これはい、早速好評ですもんね、うん、あ、そうですね、もう一応発売を先週ぐらいからスタートしておりまして、すでに大阪店ではかなり、もうこのワンピースもいいですし、はい、結構ね、このチェックのシリーズとかも出てきてるんで、ちょっとたくさんね、結構ね、バリエーションいろんな、豊富にデニムだったりとか、ちょっとこうテーラードっぽいやつとかも入ってきたりしてるんで、いろいろ、あ、じゃあ今上に着れるアウター系ちょっと羽織りましょうかね。こういうブルゾンジャケット、ブルゾンシャツも入ってきておりまして、これもめっちゃ可愛くて、韓国は今やね、もうトレンドの発信地といっても過言ではないので、本当1個入れるとかなり旬なバランスになります。ああ、シルエットもいいですね。もうなんかちょうど今着たいもののデザインだったりとかがすごい多くて、めちゃ可愛くて、シルエットも本当綺麗ですよね。でも男のってなり、そんな被らない一癖ある感じで、うん、そうこういうちょっと裏地をね、あえてこう表に持ってきてるようなデザインになっております。レタープロジェクトって見てますね。あ、そうなんです。なんかね、レタープロジェクトって言って、なんか、うん、ABCDEF みたいな感じでこう、うん、キーワードに沿っていろいろ作られてるそうなんですよね。いろいろ。いろいろ。I だったら iPhone ケースとか。あ、そういうことですね。あ、そうそう、G はゴールドとか。そういう感じで、あの、作られているらしいです。で、結構ね、本当もう、韓国ではめちゃくちゃ人気で、本当に、はい、韓国の、なんだろう、ファッションアイコンの人たちを、うん、ブラックピンクとか、はい、トゥワイスとか、の方たちももう私服で、あの、着られてたりとか、多分 iPhone ケースとかは見られたことある人多いんじゃないかなと思いますね。そうなんですよ、実は着てそうっすもんね、そのジャケットとか、かっこいい、めっちゃ可愛いよね、これも、うん、テーラードジャケットと、だからミリタリーのユニフォームシャツみたいなのが合体してる感じ。そうですね、で、丈感もちょっと短め、ね、いい感じ。あ、そうなんです、可愛いですよね。一応こうちゃんと止めれるようになっております。もう今ちょうどこれぐらいの羽織があるとすごい便利じゃないですか。
ね、画面で見てるとその柄のワンピースやばいな、うん、すごいなと思ったんですけど、ジャケット着たらいい感じですね。あ、ほんと？やばかった。いや、わかんないですけど、確かに1枚でバンって着るのもいいけど、うん、こうやってちょっとレイヤードしたりとかして着るのがね、うん、かわいいよね。レイヤードで活躍しそう。うんうん、なんかやっぱ秋冬はどうしても羽織ったりとか、うん、まあ、アウタージューシーのスタイリングになりやすいんで、うん、こういう柄物があるとすごいね、使えると思います、うん。大人な感じになりましたね。それハーブと。そうなんです。なんかこういう同じシリーズでスカートも出ております。ちょっとね、素材が若干違うんでセットアップではないんですけど。セットアップ風の。セットアップ風の、うん、こういうシリーズ。ストライプに。あ、そうです。黒はストライプで、多分ね、素材はね、このグレーと一緒なんだよ。なるほど。ブラックグレーで合わせても可愛い。そう、結構、ショーではこう黒黒で合わせたりとかしてましたね、うん。一応もう次の 24SS からはもうパリコレクションの公式であのショーもされていて、すごい可愛いのでそちらもぜひチェックして。危険ですね。そうなんです。もうこれから絶対来るであろうブランドということで。そうなんですよ。インクです。インクです。と、じゃあちょっとアウターも入ってきているのでこちらも着てみたいと思います。可愛いっぽいですね。これはですね、中がキルティングになっておりまして、もう完全にあったかいやつ。初詣行けるやつですね。初詣行けますね。いや、だいたいお正月って寒いからね。そうなんです、雪降ることもあります。でめっちゃオーバーサイズのことになっております。超ロング、足元までしっかりあったかい。襟の形面白いですね。あ、そうなんです。後ろに抜けていく感じの。ね、白いよね。ちょっと大きめの襟ですごい抜け感もあって、もう1枚ですごいかっこよく決まるコートですね。ね、このフロントの秋もちょっと秋広めで。そうなんです。で、これはこの襟がセットで、うん、ついておりまして、はい、この広い空き具合のところにこれがね収まるようになっております。そういう仕掛けなんですね。そんな襟だけ欲しいですけどね。襟だけでも可愛いよね、うん。こんな感じでハイネックをねこうレイヤードしてるみたいな感じの感じで、でもうこれ閉じちゃうと、もうストールとかもいらないような。なるほど。そうなんです。中の服さえも見えないぐらいの。でもめっちゃ暑いぐらいあったかい。うん、寒がりの方はぜひ。いやー、ぜひぜひ。これ可愛いでしょ。ここもついてて、これがまたあるのとないのじゃ全然雰囲気が変わるんで。今のワンピースもそうですよね。カッティングも結構出てますね、うん。そうなんです。このフォントのラインを入れたりとか、後ろもすごかったですね。感じです。こうクワーっと。ね、可愛いよね、すごい。芸が細かいですね。めちゃくちゃおしゃれですよ。すごいかっこいいおしゃれ、うん、なんか着るだけですごいね、なんかおしゃれ感をかっこよく引き出してくれるような感じになっております。これだけつけても、なんかこれだけ違うものに。つけても良さそうですよね。うん、なんかシャツの上とかかぶしたですね。ね、こんな感じで。ああ、おしゃれおしゃれ。襟みたいにしても可愛いです。はい、前が長いですかね。後ろは短かったです。あ、そうなんです。後ろこんな感じ。こういう感じの。はい。なんで別々にも全然使っていただけます。はい。じゃあ次ちょっと着替えてきます。はい、着替えてきました。先ほどのジャケットと同じシリーズのスカートを履いてみました。こんな感じです。ラインめっちゃ綺麗。確かに可愛いよね、このスカートもすごい可愛いですね。ちょっと新鮮な感じじゃないですか。ちょっと今うちにないテイストの。確かに、はい、うん、感じになっております。すごい可愛い。これグレーで、これで一応 XS のサイズですね。 XS と S でオーダーしています。はい、これ可愛いよね。これちょっとこの、はい、ここのなんていうんですかね、切り替えというか3段になってるから、なんかこのお腹周りというか腰周りをすごいスッキリにしてくれるような
デザインになってて、そうですね。ね、なんかあとボックスでこうストーンってしてくれるんで、なんか腰の張りとかも多分そんなに気にならないタイプになっておりまして、ポケットの位置もこの下からついてるんで、結構ここが張っちゃうとポケットがなんかガッて開いたりとかしちゃったりするんですけど、ここからついてくれてるんで、それもなんかすごいストンとしてくれて、めっちゃ綺麗に見せてくれるようなタイプになっておりますね。これ着ても可愛いかな。良さそうですけどね。ね、ジャケット使えますね。ね、あ、可愛いかも、うん、グレーと合わせても。ここが繋がる。うん。そうなんです。で結構ショーでは本当にこのシリーズはめっちゃ目立ってて、これとなんかキャミソールとか結構いろんなものが出てて、うちではこのスカートとジャケットの取り扱いなんですけど、これすごい可愛いと思います。ちょっと他の人と差をつけれそう、なんかあんまり見ないアイテムなんで、うん、遊び心のあるフォーマルな、うんうんうん、ここにデザインがあるから、今ちょっと最近こうショート丈のニッツとかいろいろ出てると思うんですけど、そういうの合わせても可愛いんじゃないでしょうか。とこのトップスもさっきのワンピースのトップスバージョンですね。トップスは、はい、ハイネックになっております。ワンピースはそしてネックルですね。あ、そうなんです。トップスの方がなんかここの腕のこの切り替え確かに確かに分かりやすいでしょう。これがすごい。サイドトップ、そうなんですよ、はい、こんな感じでついてきます。はい、では続いてデニムも着てみました。こんな感じです。攻めてます ね、 ね、カーゴデニムになっておりまして、デザインがめちゃくちゃ可愛いです。ポケットがいっぱいついてる。そうですね、そっちとこっちと、ね、裾も白いと調整のボタンがついてて、そうなんです。でもね、これね、多分ほぼほぼ飾りな気がする。あんまりこれをこうしたところで変わんないという、そこまで、まあどっちでもいいそうなんですよまあほぼほぼ飾りかなっていう感じです。やっぱでもシルエットが綺麗で、このウエスト周りのシルエットが個人的にはすごい綺麗だなと感じてます。なんか綺麗に細くスラッと見せてくれるなんかパターンが、そうですね、腰周り収まってストーンとこう広がってる感じの、そうなんですよ、いいラインですね。ねえ、めちゃめちゃ可愛いです。これこれは一応このブルーとあとブラック、結構加工がハードですね。あ、そうなんです。ブラックはホワイトのデニムのベースに黒をこう染めてるというか塗ってるみたいな、そうなんです、デザインになっておりますね。こんな感じ、これはこれですごい面白いです。またちょっと違った印象に、はい、なるタイプですね。結構丈は長めなんで、まあ、はい、直してもらってももちろんいいですし、結構背が高い人とかでデニム探されてる方はめっちゃ必見のアイテムかなって感じですね。こういうなんかデザインのあるデニムでこんなロングなやつってあんまりないんで、はい、おすすめです。と、一応今チェックのシリーズも着てみているのと、こんな感じですね。と、この、マッキースカート、そうなんです。ございます。これも可愛いんですよね。これはね、一応このシリーズのシャツもあるんですけど、ちょっと今売れちゃってなくて。シャツ可愛いですよ、ね。シャツ、そう、包帯のシャツでめちゃめちゃ可愛いんですけど、それ多分あと1個ぐらいはオンラインになってます、ね。あ、そうです。オンラインに載ってるんでチェックしてみて。それもめっちゃ、これとね、素材は一緒で。すごい。それもいいです。そう、お尻にね、ちょっと巻いてもらうと、こんな感じでこうチェックチェックの合わせにしてもすごい可愛いです。ちょっとなんか持ってるデニムパンツとか、まあパンツにこうスカートにつけても可愛いかな。とかにちょっとこうアクセントでつけてもらうと雰囲気が変わって面白いアイテムになってます。とデニムは。アウターもございまして、デニムジャケット、うん、これも可愛い。これもちょっとショート丈気味でいいですね。あ、そうなんですよ、はい、めっちゃ可愛い、こんな感じです。そうなんですよ。でデニムめっちゃ柔らかいからすごい着やすいですね。なんか硬い、まあ厚では厚でなんですけど、はい、柔らかめのデニム使ってるんですごい着やすいですね。なんか重たくて硬い
デニムジャケット結構多いと思うんですけど、これは柔らかくて結構軽いんで、めちゃくちゃ着やすいです。デザインもしっかり入っているタイプ。そうですね。袖周りも細かく切り替えが入って、フロントがジップアップとボタンの、ね。あ、そうです。どっちも行きます。こう止めてもらって、どっちも行きますっていうか、まあ、どっちでも止めれるタイプでございます。まあこれね、別にセットで使わなくても。バラバラで着てもらって可愛いんで、まあ、さっきのねこのワンピースの上にデニムジャケット着ても可愛いし、まあ、パンツはパンツでね上ニットとか着ても可愛いし、ワンピースに着てもそうですね、はい、可愛いですという、もうちょっと今着たいアイテムがちょうどもうようやく気温がね下がって、もう冬秋抜かしてほぼ冬みたいな感じなんですけど、ちょっと今着たいアイテムがすごい揃ってるこのインク、はい、韓国初のインクですね。そうなんです、もう絶対次のシーズンからめちゃめちゃ、次のシーズンっていうか、まあ、今シーズンはまあうちだけしか多分取り扱いがないので、でも多分めっちゃ広がっていくと思うので、ぜひこう先取りしてね、もう今シーズンもめちゃくちゃ可愛いんで、ぜひオンラインと、まあ、店頭に見に来ていただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。